アレクサンドル・スクボルソフは、モスクワ州、シチョルコボ出身のロシアの宇宙飛行士である。国際宇宙ステーションへの長期滞在を含む一度の宇宙飛行を経験した。彼は2010年4月にソユーズとがマイナス18で打ち上げられて、第23次長期滞在の乗組員となり、6月に第24次長期滞在が始まると9月まで船長を務めた。 彼は176日間を宇宙で過ごした。スクボルソフは、エレーナ・ゲオルゲブナ・スクボルソワと結婚し、1990年には一人、娘アナ・アレクサンドロブナ・スクボルソワを設けた。同名の父のアレクサンドル・アレクサンドロビチ・スクボルソフは1942年生まれ、母のニーナ・イバノブナ・スクボルソワは1938年生まれである。趣味は、ダイビング、サッカー、バドミントン、釣り、 会、旅行等である。潜水とパラモータリングのインストラクターの資格も持っている。スクボルソフは、スタブロポリ飛行士、広報士高等軍事航空学校を1987年に卒業し、1997年にミリタリー、レッドバナーエアーディフェンスアカデミーを卒業した。現在彼は、ロシアンアカデミー・オブ・シビルサービスで法学を学んでいる。 スクボルソフは70以上のソ連空軍及びロシア空軍のメダルを受賞している。スクボルソフはパイロットとして L-39、MIG-23、S-27 の操縦経験がある。1000時間以上の飛行時間を記録し、クラス1のパイロットである。ソユーズトマ -18 の ISS からの離脱の 最終点検をするスクボルソフズベズダモジュール内のスクボルソフスクボルソフは1998年1月から1999年11月まで基礎的な訓練を受け1999年11月に試験宇宙飛行士としての資格を得た2000年1月からは国際宇宙ステーション滞在員としての訓練を始めた2008年3月 スクボール祖父は、第21次長期滞在、第22次長期滞在のバックアップの、フライトエンジニアに選ばれた。第23次長期滞在では、スクボール祖父は、国際宇宙ステーションのフライトエンジニアを務めた。彼は2010年4月2日に、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、ソユーズとママイナス18で同僚のミハイル・コルニエンコ、および、 アメリカ航空宇宙局のトレーシー・コールドウェルと共に ISS を訪れた。彼は2010年5月6日に44回目の誕生日を ISS の機場で迎えた。第24次長期滞在ではスクボール祖父は船長を務めた。伝統的な船長交代式の儀式が2010年5月31日に行われ、第23次長期滞在の船長のオレク・コトフから、 職務が引き継がれた。第24次長期滞在が終わると、スクボールソフト、コルニエンコ、コールドウェルは2010年9月24日22時2分に、ソユーズトママイナス18で軌道を離れ、9月25日5時23分に、カザフスタンのアルカルイクに着陸した。ありがとうございます。